高源寺賢治は、栃木県小山市出身で、時和山部屋に所属した、元大相撲力士。本名は、上山健。身長191センチメートル、体重170キログラム、血液型は、大型。好きな音楽は、ヒップホップ。趣味はトレーニング。最高位は、西前頭10枚目。特異種は月吉。同じ部屋に所属していた、 元従業高野富士は双子の兄であり、2016年の夏巡業から2017年春巡業まで兄弟で食器を担当していた。高野富士が高吉都市の四個名だった2018年3月場所で新従業に昇進したため、先に関取となっていた自身と合わせて史上19組目の兄弟関取となった。その中で双子は初の事例である。 父親が日本人で母親がフィリピン人である。一卵性創生児の弟として栃木県小山市に生まれ、茨城県佐島郡境町で育った。大相撲入門後に交渉出身地を茨城県から栃木県へ変更したのは小山市が父親の出身地であり自らの出生地でもあるという理由だった。母親は実父くり婚後に再婚している。 少年時代より、空手や、キックボクシングなどに親しんできたが、堺町立堺第一中学校在学中には、バスケットボールに打ち込み、茨城県選抜の主力選手として、全国3位になっている。延岡学園高等学校、土浦日本大学高等学校、福岡第一高等学校など、バスケットボールの競合高校からスカウトも来たが、両親の勧めもあり、 相撲未経験ではあったが、中学卒業と同時に大相撲の高野花部屋へ入門した。当時は、木月薫と木年の兄弟も所属しており、複数の双子が同じ部屋に同時に所属する、初の事例となった。後に、本人は入門の動機を、バスケでは金にならない。体を使うことが好きだったので、体を使って親孝行したかったと語っている。系府が主覧で、 バスケットボールの大会前に暴れることがあり、学費がないため高校に行きたくても行ける状況ではなかった。また、小学校4年生の時には、ママ父が相撲を取るように双子兄弟に勧めており、中学3年生の8月に高野花部屋に体験入門もしていた。当時高野花部屋に関取がいなかったことから、警府に 高野花親方を助けてやれと後押しされたことも兄弟揃っての入門に関係している。新十両昇進まで2013年3月場所で初土俵を踏み、この場所に取った全相撲は2番出世だった。師匠の高野花からは突っ張る相撲を指導されて順調に番付を上がっていった。3段目3場所目の2014年7月場所では11日目の6番目で、 元学生横綱で入門以来負けなしの正代と対戦し、正代にプロ初黒星をつけて周囲を驚かせた。この白星で自身は無傷の6連勝となったが、13日目の7番目で芝に土俵際の巻き替えから寄り切りで敗れて全勝はならなかった。2015年3月場所では初土俵から2年の速さで兄と同時に新っかに昇進したが、 これについては、時間がかかりすぎたと、悔しさをあらわにしている。その新ンバッカの場所は緊張もあって、白星が遠く、壁に跳ね返されて3勝4敗と負け越して1場所で3段目へ転落した。その後は、スランプ状態となってしまい、幕下では勝ち越せない時期が1年ほど続いたが、3度目の幕下昇進となった2016年1月場所では6勝1敗の、 好成績を上げて、幕下の優勝決定戦に進出し、これ以降の高源治は、幕下の地位に定着した。幕下に定着した高源治に対し、相撲協会の巡業部長を務めていた師匠の高野花は、巡業にて食りを兄の高吉都市と共に務めることを命じた。それまで食りを担当していた篠原と高見里の指導を受けて、2016年の夏巡業で、 っきリデビューを果たしている。双子のコンビで務めるのは異例のことであり、っきリでは一卵性双生児ならではの顔が似すぎてわからないなどのネタが取り入れられた。番付の方も上昇し、同年11月場所では初めて、成績次第では関取昇進の可能性が出てくる幕下15枚目以内に入った。東幕下7枚目で迎えた。 この場所は14日目の7番目で元関分けの豊ノ島を一方的に押し出す相撲もあり、最終的に5勝2敗の勝ち越しで終わった。2017年3月場所は、関取目前の西幕下日等の地位で迎えた。初日の1番相撲では、対戦相手の豊ノ島が急上したことで不戦勝となり、2日目の2番相撲では重量の照強を突き出して、この場所最初の自力勝利。 11日目に4勝目を挙げて勝ち越したことで、場所後の番付編成会議にて5月場所での新重量昇進が決定した。10代での関取昇進は、部屋の弟弟,弟子の高継承以来であり、栃木県出身の関取は、日出の国以来14年ぶりの誕生だった。昇進に際して、18歳までの昇進が目標だった、ため、遅かったと不満を口にしたが、一方で、 重量は1、2場所で抜けたいと番付を駆け上がる決意を表明した。初っきりについては、新重量決定直後で、まだ幕下力士として参加していた春巡業を最後に、役目を終えた。新重量昇進後7月場所は重量尻の西14枚目で、新重量として迎えた。初日の明生戦に勝利して、最先の良いスタートを切ったが、そこから5連敗。日目に、 負け越しが決まった残りも全敗するなど4勝11敗に終わり、重量の壁に跳ね返される結果となった。7月場所は、西幕下5枚目で迎え、5勝2敗と、最重量がうかがえる星を挙げたが、重量からの、陥落者が少なく、最重量とはならなかった。9月場所は、東幕下日東の地位で4勝3敗と勝ち越し、11月場所で重量に復帰した。 東十両14枚目となった、この場所は14日目を終わった時点で7勝7敗の成績であり、千秋楽には幕下力士と事実上の入れ替え戦が組まれたが、勝利して8勝7敗となり、関取として初めての勝ち越しを決めた。その後、2018年の1月場所と3月場所も千秋楽に8勝目を挙げており、3場所連続で千秋楽に勝ち越しを決める形と、 なっている。九月場所は、持ち前のしぶとさが影を潜める場所であったが、千秋楽に勝ち越しを決めている。2018年10月1日の理事会で、千賀の裏部屋への遺跡が承認された。同年12月の高野岩の月人への暴行事件に、対しては、師匠の高野花が、暴力根絶に尽力していただけに、言い訳なし、これが、高野岩関の人生と失望感をあらわにする。 コメントを残した。2019年5月場所は、地震初の重量での中日勝ち越しを記録。直近6場所の最高成績が発祥であるだけに、この見違えるほどの好調は NHK 大相撲、中継でも触れられ、21代音羽山から期待を寄せられた。9日目終了時点では、兄の高野富士と共に全勝をキープしており、 報道でも兄弟による同時格段優勝が期待された。14日目の5月25日、大正丸を寄り切って13勝1敗として重量優勝を決め、前日に幕下優勝を決めた高野富士と双子同場所優勝となった。この成績によって新入幕が決まり、西前頭10枚目として7月場所を迎えた。栃木県からは戦後四人目となる新入幕で、 師匠と望んだ記者会見ではビッグマウスと思われるかもしれないけど優勝を狙っていくと一気込んだが7月場所は4勝11敗と負け越した9月場所も負け越し10両へ陥落した11月場所も5勝10敗で負け越した2019年12月23日に12月11日の佐賀巡業でインフルエンザの診断書を提出したにもかかわらず指示を受けて 取り組みを行っていたことが報道された。相撲協会は対応の日を認めており、八角理事長が師匠の20代地下の裏に謝罪。25日の力士会で、小車事業部長が毎年冬巡業後に行っていた予防接種を11月場所前に前倒しするなどの改善案を示した。2020年に入ってからも負け越しが続き、同年9月場所では、 敵取りの地位を失って幕下に陥落したが、3勝3敗の状況から、最後の相撲に勝って4勝3敗とし、重量、優勝した場所以来7場所ぶりの勝ち越しをして1場所で重量に、復帰。復帰2場所目の2021年1月場所では3勝6敗から、終盤に立て直して先週楽に勝ち越し、翌、3月場所では、突っ張りが咲いて10勝5敗と2桁白星を挙げて、 番付を上げた。しかし、続く5月場所では12日目以降左膝にテーピングを巻いている姿も見られて3場所ぶりの負け越しに終わった。翌、7月場所では今度は右膝にテーピングを巻いており、6勝9敗とに場所連続の負け越しになった。2021年7月20日、日本相撲協会は高源氏が、 医療機関で検査を受けたところ大麻の陽性反応が出ており、本人も使用を認めたため、警察に通報し、捜査中であることを発表した。同月30日、臨時理事会による協議により、懲戒解雇処分とすることが発表された。兄の高の富士と共に、双子の関取りとして、将来を職望されていただけに、出身地の小山市や、講演会の関係者、相撲ファンからは、 嘆きや落胆の声が上がった。9月場所の番付は番付編成会議終了後の7月30日付で懲戒解雇となったため、西十両9枚目は空位となった。兄の高野富士が左4つを得意としていたのに対して高源氏は突き押し相撲を得意とした。もともとは右でも左でも取れる4つ力士であったが、2015年に3段目と、 幕下を行ったり来たりしたことから、かねてより進められていた月押しに転校。以降、成績が伸び、関取昇進に至った。そこに至るまでについて、後に高源氏は、稽古場で言われたことが、素直にできなかった。つけと言われても、自分で回しを引いて負けた。自分の情けなさ、不甲斐なさ、やりきれない気持ちでいっぱいだった。苦しかったと振り返っている。 高賢治の突き押しは、長身取り位置の長さを生かした突っ張りが中心であり、突き切れない時は頭から当たって崩す。幕下に上がったばかりの頃は、白鵬の真似をして前、ふんどしを狙う立ち合いを導入していたが、最初の師匠であった高の花から突き押しに徹するように、言われてこれは、次第に行わなくなった。一方で突き押しを行っている際に腰高になりがちで、あり。 もろ差しの上手い力士には刺されてそのまま負けることもあった。稽古熱心な力士として知られており、2016年10月の秋巡業徳島場所ではぶつかり稽古の最中に右膝を脱臼したものの、しばらくして脱臼した膝の関節を入れ直してぶつかり、稽古をやり遂げたことなどはその恒例である。14代双子山は2017年7月場所前のコラムで、 時代を担う期待感があるのが、高源氏ぐらいですよねと期待を寄せており、同年11月場所前には、突っ張ることを忘れて、差しに行っていると指摘している。2019年5月場所の NHK 大相撲、中継では解説の21代音戸は山が、幕内でとってもおかしくない体と稽古で鍛えた、体について評した。自身の張り手により、対戦相手が、 脳震盪を起こしたことが数回あり、2021年1月場所13日目に対戦した美の海は、翌日から休場、同年7月場所5日目の炎鵬戦は、物言いの結果胴体取り直しになったが、炎鵬が脳震盪を起こして相撲を取れないとして、勝負審判が炎鵬の不先輩とする対応を取った。一部報道は、兄の高野富士が各界を去ってから投げやりになり、 全体的に相撲が雑になりを押されると簡単に土俵を割るようになっていたと伝えている。2019年9月場所4日目の9月11日、日本相撲協会のコンプライアンス委員会が兄の高野富士の暴行問題について高源氏に聞き取り調査を行った。同月19日には師匠の20代地下の裏とともに同委員会の会合に呼び出され高野富士が 自らの暴行について弁明するところに同席している。同月26日に相撲協会が発表した文書によると、高源氏は5月から7月までの間、新弟子4人が言いつけられた仕事を忘れたり、挨拶の仕方が悪かったりしたことに対し、腕立て伏せ、罰金、外出禁止のどれかを選べなどと命じ、罰を与えていた。新弟子の誰かが失敗すると連帯責任として、 4人全員に罰を与えていたという。7月場所中には他の力士がいる前で一人に片腕を頭上に上げる格好をさせて自分は頭が悪いですというよう命じ、その様子をスマートフォンで録画する動作もしたという。また8月31日には新弟子が言いつけに従って鉄砲柱や壁の掃除をしていたにもかかわらずしていないと決めつけ、4人全員の 連帯責任として腕立て伏せ50回を2セット行うように命じ、同部屋所属の別の力士に様子を録画して自身のスマートフォンに送信するように命じている。この行為に対しコンプライアンス委員会は高源氏の行為は失敗した当事者か否かに関わらず連帯責任として新弟子4人に腕立て伏せを命じた理不尽なものであり指導の範囲を逸脱している。 新弟子の一人に自分は頭が悪いんですと言わせた行為も悪質であるとの見解を示した。しかし、高源氏は暴力を加えておらず、過去に懲戒、指導歴もなく、事実を認めて反省し二度と行わないことを制約しているため、処分派遣席に泊まった。同月28日に両国国技館で行われた22大助の山の襲名披露大相撲で、 マスコミの取材に応じ、自らが処分を受けたことについて、申し訳ない気持ち。しっかりと受け止める。来場所からは、ゼロではなく、マイナスからスタートすると反省の弁を述べた。協会の処分を不服として27日に、高野富士が行った記者会見については、20代一家の裏の反対を押し切ったことが明かされたという。会見を開くと報道で知り、 やめた方がいいと言いました。それから連絡が取れなくなりました。兄貴もうすうす戻れないと思っているのではと話している。兄の二度目の暴力についても謝罪し、差別的な発言があったことも認めた。10月11日に、高野富士は代理人弁護士を通じて相撲協会に引退を届け出た。それに伴い、高賢治との双子講演会は、高賢治講演会と解消して、 再スタートすることが同月17日に発表された。また11月10日、高源氏は講演会代表発起人を通じて移籍して、この1年いろんなことがあり、応援してくださるファンの皆様にご迷惑をおかけしました。これから応援してくださるファンの皆様に恩返しできるようこれからも相撲道に精進していきます。これからもどうぞよろしくお願い申し上げますとのコメントを、 発表した。後の自身の大麻使用問題の際に一部報道によって、今は何かあったらすぐにパワハラとか言われる時代ですよね。自分らはもうパワハラ上等ですから。厳しい世界って独特ですから。それがないと下の子たちも強くならないしと、相撲部屋の生活について本人がかつて豪語していたと伝えられた。発覚と処分の経営日本相撲協会は、 2021年7月20日に、高源氏の大麻使用が判明したことを発表した。発表によると、同月17日に、教会事務所に、高源氏が大麻を使用しているのではないかという、噂話が力士たちの間で流れているという、情報が入ったため、同日20時頃に、師匠の17代時は山と、教会職員が、そのことを知っているかもしれないと、 噂話の中で名指しされていた力士たち二人に聴取したところ、二人のうちの一人がかなり前に高源氏が大麻をやっていると力士が話しているのを聞いたことがあると話したという。同月18日に小車コンプライアンス部長と本人が面談、本人は痛み止めの CBD オイルや上がり症を抑えるグミの中に大麻成分が入っていると説明して、 大麻の使用を否定したという。しかし、翌19日に本人同意の上で、コンプライアンス委員会の弁護士立ち会いのもと、医療機関で尿検査を行ったところ陽性反応であった。この結果を受けて、コンプライアンス委員長が聴取したところ、同月18日に宿舎近くの道路で、大麻タバコ1本を吸ったことを認めた。このため、協会は、 内部規定に従って警察に通報。高源氏は警視庁において事情聴取終了後に帰宅が許可され、師匠の指示で禁止している。教会は警察の調査に協力するとともに、コンプライアンス委員会に事実関係の調査と高源氏に対する処分意見の答申を委嘱し、理事会で処分を決定するとした。事態を受けて柴田山広報部長は残念極まりない。 通報というよりは、そんな噂があるよと。噂レベルだったので、そんなことはないと信じたかったとコメントした。同月30日、高源氏の処分を決定するための臨時理事会が開かれた。高源氏は、尿検査で大麻の反応が出た後のコンプライアンス委員会の聴取で、これまで8回ほど大麻を使用したと話したという。同委員会は、厳しく、 自らをりつすることが求められていたにもかかわらず、処分から2年も経たないうちに今度は違法薬物の使用に及んだ。さらに事情聴取に対し嘘を言って、使用を否認した態度も許しがたいと指摘、教会の薬物禁止規定に従い賞罰規定で、最も厳しい解雇処分が相当と答申した。反省、介護の様子は認めつつも、処分軽減の特別な事情はないとしている。 師匠の17代時は山については、高源氏の大麻使用の噂の情報提供が他の部屋からであったこと、また2019年に高源氏が建築処分を受けたその後について、高源氏が自力で構成すると検診して、同人になんな特別な指導監督を行わないまま、結果的に高源氏が大麻の使用を繰り返していることに全く気づいていなかったのであるから、 その指導監督の態度に重大な不足があったことは明らかと断じ委員から年寄りへの二階級降格処分が相当と答申している。これを受けて理事会は答申通りの処分を決定し本人に通知した。電話取材に応じた柴田山広報部長は処分を言い渡した際に高源氏は相撲協会コンプライアンス委員会皆様方に 大変ご迷惑をおかけして申し訳ございませんと謝罪したことを明かした。協会は全協会員に対して薬物使用の禁止を厳しく通知し、協会員への薬物研修及び薬物検査の実施を検討するとした。同年9月21日、相撲協会は10月16日に全協会員を対象とした新型コロナウイルス感染対策。 薬物に関する研修会を開催することを発表した。薬物に関する研修は、高健治の件を受けてのもので、SNS 仕様についても、説解を行う。高健治が大麻をツイッターを通じて入手したという、普段の他に、同年9月7日に8月に引退した元利士が、強制売説と、児童売春、ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕された件があった、ためであるという。 刑事処分9月7日、警視庁は、元高源氏を大麻取締法違反容疑で、東京地方検察庁に、書類送検したことが報道された。送検は9月3日付、7月20日に、東京、板橋区の自宅マンションで、乾燥大麻およそ 0.184g を所持した、疑いである。元高源氏の大麻使用を把握した、相撲業界から連絡を受けた。 警視庁が室内を捜索したところ、吸引用の水パイプの受け皿から大麻が発見された。警視庁の調べに対し、元高源氏は、大麻は6月中旬頃、ツイッターでを通じて売人から買った、名古屋場所にも持って行き、3から4本ジョイントですった、人間関係や緊張から生じるストレスで眠れない、ことがあった。場所前や場所中にもそうした症状があった。 それを和らげるために大麻を使っていた、吸引用の水パイプは2月頃知人にもらったなどと、供述しているという。常習性が疑われるが、発見された大麻が微量であることから不寄所の見通しで、あると伝えられている。10月12日、東京地検は、元高源氏を不寄所処分としたことを発表した。起訴猶予と見られると報じられている。 問題への反響を2019年12月23日、冬巡業中の12月11日に、佐賀県佐賀市で行われた巡業先の病院で、診察を受け、インフルエンザ A 型、少なくとも5日間、または下熱後2日間は、自宅安静を要するとする診断書を提出し、協会関係者に報告したにもかかわらず指示を、受け取り組みを行っていたことが報じられた。 師匠の20代地下の裏は、巡業に同行しておらず、所属する二所の席一門からは、審判部の14代方尾波が同行していた。取材に対して、14代方尾波は病名を知っていたが、私の意見ではない。私の個人的意見では何も決められないと話しており、巡業の運営を行う巡業部の指示である、可能性が極めて高いと報じられた。 同日、都内で行われた、理事会と年寄り総会後に、柴田山広報部長が取材に応じ、病院に行って巡業場所に帰ってきたのが、取り組みの寸前だったが、対策が取れなかったのは落ち度だ。高原人に相撲を取らせて、大変申し訳なかったと誤りを認め、春スガ部長は23日の理事会で、11日は重量力士の巡業最終日で、報告を受けてから、 取り組みまで十分な時間がなく、取り組みを変更するなどの対応ができなかったと、説明したと話した。今後は、力士や関係者がインフルエンザと診断された場合は、すぐに隔離して休ませると、理事会で決め、年寄り総会でも確認をしたという。八角理事長は、春日の巡業部長から報告を受けて、師匠の20代地下の裏に謝罪し、 それが20代地下の裏から高源氏に伝えられるという。20代地下の裏は23日の朝稽古後、帰ってきた時はしんどそうだった。みんなに移ったら困ると語り、高源氏は何も話すことはできませんと述べた。この冬巡業ではインフルエンザが流行して、発症した力士や親方、裏方などが途中離脱をしていた。インフルエンザの感染拡大を助長する対応について、 親方衆の危機管理意識の欠如、そして高齢者や児童も多い観客への感染の危険が考慮されていなかった点も指摘されている。この件を受け、25日に行われた力士会に出席した小車事業部長は、関取衆の前で、今は冬巡業から東京に戻ってきてからだが、福岡で場所前とかに予防接種を受けられるようにしたい、と改善案を示した。 力士会会長の各流は、小車親方から先に説明があった。我々もできればそうしてほしいと思うと賛同。力士会からは他に、地方場所において、専門的な病院を紹介してほしいという、要望なども上がったという。高賢治は26日に取材に応じ、八角理事長と、春日の巡業部長から謝罪があったと師匠の20代。 地下の裏から伝えられたことを明かした。もう自分の中では終わったことですから、来場所に向けて、しっかり稽古を積んでいきたいと話している。ありがとうございます。